北拓也は石川県白石出身の元バスケットボール選手、指導者。ポジションはシューティングガード。185センチメートル、80キログラム。川崎ブレイブサンダース所属。現役時代の背番号は51。白石中学校時代に全国中学校大会、白石高校でも国体に出場した。拓殖大学に進学し、4年時にインカレ優勝を果たし、 最優秀商戦首相も受賞する。卒業後の1995年、東芝に入社。同年の福岡ユニバーシアードで銀メダル獲得。全日本のメンバーにも選ばれ、多くの国際大会を経験する。1999から2000シーズンには、オールジャパンとリーグで2冠達成。JBL では MVP ベスト5、さらにオールスターゲームでも、 MVP を獲得する。2000年には、埼玉スーパーアリーナの小ラ落としとして開催された、スーパードリームゲーム2000にて、ドリームチーム相手にこの試合日本最多となる13得点を叩き出す。2006年、タレントの久保恵子と結婚。2008年、現役引退を表明。アシスタントコーチを務め、2011年からヘッドコーチ。2019年5月、 ヘッドコーチを退任し、川崎ブレイブサンダース初代 GM に就任。ありがとうございます。